本日はこの4人でとある対決をしていきたいと思います。チームドラゴン対チームゴルハウス。チームドラゴン、いつも通りですね。ルールはオルタネット方式、完全に交互打ちですね。は？は？絶対使ってないここ。絶対使いますよ。一回切ってちょっと切れます。一回切れる。一回切れます。いいんじゃない？あ、いいぞ。いい。すごい。いい。おお。うまい。うわ。よっしゃ。すごいわ。中4番パー5、502ヤードということで、いきます。じゃあ猫さんのティーショットからですね。はい、あ、ゴルハウスは今パープレー、パープレーです。ゴルハウス対チームドラゴン、パープレーと2オーバーの、ナイス。まあロングと考えてこの右ドッグ、まあいいとこ置いてる方がいいでしょうね。右攻めて、まあ2を狙えない距離ではないですけど、まあ、言うてリスキーですからね。めちゃくちゃねえやってますね。引いて。おー、ナイスショー。これめっちゃいいな。超えるかな。あ、バウンドしたからどうだろうな。え、ネムさん超えた？超えた。ナイス。イーグルじゃん。チームドラゴンイーグルじゃん。いいな。チームドラゴンのテーマソング。本当超えたの猫さん。超えてます。超えてラフっすかね。そう超えたとしたら俺これ爆発的な飛距離。ああ確かに。あ、ラフ、あのギリギリのところにあります。ラフとフェアウェイの境目、うん、結構軽く振ったんだけどね、うん、いい振れてます。いい脱力ができてました。なんか口数少なくなってない。なんかそんなことです。はい、グリーンピンまで240ヤードセカンド地点なんですけど、はい、まあ打ち上げ左足上がりとかっていうのを考えるとスプーンちょっとリスク高いかなということで、はい、5番アイアンで、まあ170-180いけばいいかなって感じでやります。はい、いいね。まっすぐですよ。ちょっと着弾見えないかな。うん、ナイス。もしかしたらラフ入ったかもしれないですけど。ナイス。226、4番で。あ、やっぱりドローだからね。ドローだ、やっぱ。おー、大丈夫。おー、大丈夫。いい。さあ次我々はアプローチ、アウさんがちょっと傾斜の桜がかかってるかもしれない。桜前散っちゃいましたね。前散らそうか。修理地ですね。あ、修理地なんであれ出せますね。ピン横でしょ。出せる。うん、横です。あれはピン横なの。あ、いいとこ置いたね。これ俺がやりたかった距離だわ。ちょっと難しいな。猫さん、これは、ね、ちゃっくりしないクラブ選びましたからね。ちゃっくりしたらね、ちょっとね。いや、ちゃっくりしたらネガキャンですよ。だって、キャンも何も、うんうん、そういうのじゃないですよ。さあ、芝ってだってほぼ72ヤード。ああ、そうか。72ヤードシステムじゃない。72ヤードシステム。いい。ナイス。うえ、近いかこれ。感覚が違うんだけど今までと。ナイス。ナイス。そんな抜けた感じじゃないよね。うん。今良かったっすよね。俺、猫さん、俺気づいちゃったことあるんですけど、はい。
猫さん、この撮影の弊害で、うん、多分打つ直前に何か言わないと打てなくなったんですよ。いやいや、ま、多分マジで癖になっちゃってると思うんですよ。やばいなそれ、うん、黙って打つわ。打つ、本当にバックスイング入る直前に、直前に喋りながら入ってる、それでリズム取ってるまであるんじゃないかと思う。じゃあ今度試合で同伴競技者に話しかけながらやっていこうか。やる、ワンチャンやりうる。さあ、これも40弱、35ぐらいですか。36。あ、ちょっと掴んじゃったか。うん、あ、飛んで、あ、でも止まった。ナイス。ピッキングしたらいいかもしれない。うん。ごめんなさい、TG さん。すみません。はい。さあ、初パッといきます。TG さん。言うてバーディーパットっすからね。16、7ですね。はい、16、7ヤード。下り。ランの下。で、ゆったりと。すごい上手。入れ、上手。うわ、うん、まいただきます。よく合いましたね、距離。みんなパター変えましたね。そう、昨日ね、昨日、そう、先輩に、え、チカト、リーさんがパター変えたんだよ。いや、角使ってるなって思って、パターを変えない TG さんが。いや、でもちょこちょこ違うの使いますよね。ドラゴンの角。ドラゴンの角。あ、それが角。4.5 ヤード。バリパット。惜しい。うん、ナイスタッチ。ナイス。ナイス。中5番パー4、427ヤード、浅見ゴルフクラブです。鬼門ですね、これで。浅見の鬼門ホールです。ここ、ね、ここで大体なんかドラマが起きますよね。まずドライバーでいきます。はい、また右のライン行きたいよな。どこだった、完璧だぜ、安彦。安く仕上がってんじゃない？仕上がってるね。ナイス。ロマン。まあまあまあ。ロマンで。ちょっと不満か。いや、距離的に。いや、やっぱもう抑えちゃってましたね。もう、無意識。ちょっとね、自分の距離はそこまで。まあまあ、でも飛んでるけどね、あれ。十分な飛距離。トラボルタが。いきます。ドントラボルタ。ドントラボルタ。ドントラボルタだったんだ。いやー、ここ行ってます。これはちょっと着弾トライなんですけど、これ、いや、これ行ってみないとですね、うん、多分100切ってると思うんですよ、うん、うん、それがね、意外と左にドッグしてないっていう。いや、そう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 、前回の最強決定戦あれでちょっと左出すでしたもんね。うん、でももう完全狙い通りっすよね。狙い通り、うん、あれ見るとあそこに打たなきゃいけないんじゃないかって思っちゃうね。ねえ、あれ行きたくなりますね。いや、もう憧れですよ、アマチュアのあれは。だって TG さんとかドヤさんは、うん、前全身のあの黄色より右手もアウトだもんね。確かに打てない。突き抜けちゃうね。うん、そう突き抜けちゃう。いや、やっぱ違うな。いや、ほんと違う、ほんと。これがプロとアマの違いですね。いや、ほんとそうだと思うんですよ。最強決定戦の時、うん、もう TG さん良かったですもんね。うん、ね、まあまあ良かった。いや、やっぱ振り抜けないよ、このロケーション。普通は。すごいな。俺と猫さんは飛ばないのに安全に右だもんね。そうですね。飛ばないくせに右へ逃げて。そう。
169。169、6とかっすか ?6 か5かってところだけどうする、うん、ピン奥っすかピン奥です。真ん中奥。どうする 6? まあ、セオリー的には6じゃないですか。シャローイング出すシャローなら6、7、7か。普通に打つなら6か。シャローイング出しとく任せます。いや、出さないです。大事なとこなんで、これ。今、いいスコアなんで。ああ、パワープレイのいいスコアって思って。意識高いな。いや、アンダーなんで、こっち目指してんの。で、我々もですけど、パワープレイでないとアンダーいけない。アンダー目指してんで、オルタネイトで。さあ、169、6番アイアン。わあ、いいね。いいね。めちゃくちゃいいわ。あ、でかい、奥。あ、奥行っちゃったか。ピン奥ピン奥ちょっとピン奥。あ、だからまあ、傾斜の奥。そこまでじゃない。いや、あの、マウンドがあるだけかもしれない。いや、意外とこうなってんだよね、この。そうですね。なんかね、奥が全くなかったんですよね。だからちょうどいいところだと思う。あ、じゃあ、うん、あ、だから、うん、距離的には、うん、まあ、165ぐらい多分。キャリーで。うん。てるんだ。いや、今めっちゃいいショットでしたね。今良かったよ。いや、っていうか、ほんとそれアイアン。合ってるね。良かったっすね。まあ、あと何回かやって、縦分かっていけば。縦分かってくればね。すごいですね。すごいですね。猫さんも2度アップライトにしてるんですね。アップライト。うん。今までずーっと先っぽに当たってたの。うん。らしいですね。119ヤード。はい。本当119ヤードってやると奥行っちゃうんで。うん。右狙います。46度で。はい。めっちゃします。はい。すいません、倒れました。畳4枚分ぐらい、こう、生き残り恐れないですね。プロになると。畳4枚分、こう、池側に打てちゃう。なんで畳で表すんですか？やっぱりゴルフハウス、で、ゴルフハウスは畳やってる。畳はやってないっす。畳ないっす。38。38。38。まあ、5、あの、6丸で。はい。6丸で。38、6丸。ちょっとだけ噛みましたかね。まあでもナイス。いいとこです。ナイスです。あー、グリーン形状がこうなってるから出てっちゃうんだ。ピンまで打っちゃうと。キャリー悪くなかったですよね。ここね、うん、ちょっとぐちゃってます、ね。安く何ヤード？まあ、12、3だと思うんですけど。12、3の難しいアプローチ。ちょっとこれ、チャクったらすみません。はい。うまい。いや、惜しい。打ち取ってよかった。すいません。いや、ナイス。ナイスナイス。あ、これは、うん、やっぱ低めっすね。そう、最一の今着ぐらいで、ね、着ぐってなかったもん。うん、着ぐってなかったです。さあ、ネゴさん、スライスのちょっとスライスだよね。スライス系だと思います。猫が打つのはスライスライン、リコが打つのはスライスライン。ネガの変態ゴルフチャンネルや、まあ、最後結構スライス来そうっすね。ねえ。やや下りで言うと平らでいいかな。平らか、やや下りかぐらいっすね。あ、平らっすね。平らだよね。スライスいきます。5メーターぐらいっすかね。5メーター。4メーターぐらいっすね。4メーター、パーパット。
やったんじゃない？やったんじゃない？あ、ナイス！最後人伸びしたな。ナイス！強すぎないこいつら。口に歩きしてちょっと入んなそうな雰囲気出して、ね、絶対ヒヤッとしてまして。ナイス。ボールください。ボールください。ボールください。あんなの外してるじゃねえ。あとないんで。あとなくないでしょ。いや、こんなん外してたら、もう、とんでもない借金背負わせられないんで。厳しい世界できてんね。厳しい。切れたか、切れたか。あー、ちょっと流れた。うまい。ナイストライ。約1メーター、はい、ボディパット。ナイス、ナイスボギーセーブ。ナイスボギー、ダース。いやナイスパット。おどうす。中6番パー3、180ヤード、浅見ゴルフクラブです。まあ、170ぐらいですね。7番やん。うん、ちょっと6軽か7しっかりか悩んで、間のビトゥインなんで、なんですけど、審議の結果、7しっかりになります。ニューギアはね、手前から行きたいが。うん、まあ、ほんとショートする可能性まであるんですけど、ね、まあ、これも。どうだ。ナイスキック。運もそっちの味方。いや、メンバールートっす。メンバーっすか。猫さんになったの。猫さんがなったの。なってないってな。なってないって猫さんね。なんでなんかそこからメンバールート使えることになりました。終わりました。6U でいきます。はい。いいぞ、ライン出てる。あ、ちょっと左だ。ナイス。止まれ。流れるか。いや、ナイス。ティーショットが来ないな。え、何？ティーショット打ちたいんですけどね。あ、まあこういう流れある。俺も今、俺だずっと打ってる。ずっと打ってる、ね、俺も。スタート以外。俺も1個以外。だここをショートで、まあ、もしパーだったら変わりますね。そうそうそう、はい、次のティーショットもあれですよね。ね、あそこさん、いいとこだね。え、これあの、右ドッグの、右ドッグの、か、山越え。あそこ、ね、逆に、あそこでやったらいいでしょ。俺は、まあ、右、うん、やっちゃえば。これ、しかもさん入れちゃうよ。お願いします。先まで行っちゃいます。俺らアンダー目指してるんだよ。お、近い、言って近いな、目標が違うんだって。もう濡らしちゃう。俺らも目指してはいますよ。目指しちゃいます。目指しちゃいます。まずはボギー打たない。口だけでしょ。本気で目指してんの。アンさん、スリーオーバーっす、そっち。え？アンさん、今。スリーオーバー、スリーダフリー？スリーダフリーです。はい。スリーディーです。うん、全部俺のせいになっちゃってる。なっちゃってる。客観的に見ると、いや映像的にそうなっちゃって、動画的にはそうなっちゃってる。俺が悪いみたいになってる。なっちゃってますか。結構な傾斜だねこれ。そうですね、切れますね。相当だよね。だいぶフックすると思います。結構きつい。いいっしょいいっしょ。もう感覚お任せします。いや、かなり来ると思いますよ。10ぐらいですね。切るか。どうでも。わお。動いてる。まあまあよ、これ。これは上りすら。上すら。いや、しびれんの残しちゃったね。まあまあ、リードしてますから。今だって戻ったかだったもんね。戻りかけました。結構だから上くなったら持ってかれるかもしれないですね。やる。来た来た来た、ゴー来
た。ああ惜しい。ナイスパー。ナイスナイスです。ピンさんティーソース。ピン大丈夫？抜く？大丈夫じゃないですかね。うん、1.5 メーター。パパッと。パパッと。嫌なラインでは。まあ確かに。ナイスだぜ、ナイスパー。あざす。ナイス。あざす。たけしの顔が。ナイス、ナイスパー。これ、うん、こっち。いやダブルスいつもこんな感じだよね。ルールは違うけどなんかこういう入れ合い、入れ合いっていうかなんか。ひょっとして君らも目標あんだ。いやパワープレイラインと戦ってますね常に。あそうなんだ。目標は低いんだけどね。パワープレイラインと戦ってます。それ君らもアンダー目標なのかな。オルタネートでアンダー出るってなかなかっすよ。いやそこをこう目標にしてますよ、ね、僕らは。だって。多分2人ともアンダーの技量がないと出ないですよね。いや、そこを片方に頼ってるんですよ、うちらは。いや、だから出てないですよ、ね。だから出てない。だからプラスになった。ちょっと俺のダフリー分がオーバーになっちゃってるから出てないと。なるほど。あ、そういうことか。ブラインドホールです。マイカートとの距離を考慮し、Tショットしてください。もう攻めちゃっていいんで、ここ。はい。もう左の林、もう入っちゃってもいいんで。ということで、ちょっと待って、あれですわ、終わりです、ここで。終わり？第2話。なんで、3打差 ?3 打差ついてますよ。今、僕ら多分、もうずっとパーなんで、で、ドラゴンが3オーバー。アンダーの人？いや、まだパープレー、パープレーだよ。その目標アンダーくくり何なんですか？目標アンダーの人探すんだよ。うまいね。強いよ、君。いや、いいプレーできたんですね。そういう人いますよ、この人。いる？めんどくさいね。うまいねは、うまいねはまだわかるんですよ。強いねって言われると、ちょっとなんか、あれっすよね。入っちゃってる人だなって思うんですよね。こんな感じ。こんな感じ来る？あの、非日常楽しんじゃってる人だなって思いますよね。大体どこまでしょう？怖すぎる。ということで、次回も見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。